ございます。今日は関東オールスタードリフトグランプリの栃木予選会でございます。なんと今日はですね1台のみです、崖の手は。でその代わりまあアキちゃんとかあとダズルオートの佐藤さんとかまあいろいろ仲間内はいっぱいいますが、崖の手は1人だけなので、まあ、なんとかねこれオールスターの本戦の動画が作れなくなっちゃうんで僕が落ちると。なので頑張って予選は通りたいと思います。今日はですねちょっと若い人たちいっぱいいるんで負けないように若手じゃなくなったこの28歳の意地を見せてやりたいと思います。これで落ちたらやばいなというわけで実際に今日行ってみたいと思います。よろしくお願いします。 Close your eyes。崖の手かドリフトチャンネルです。走る人が走る人、はい、ここだとあれ大垣くんは今日の意気込みはどんな感じですか。何が何でも予選を通る。おあれ去年って出たよね。出ました。で今年も出る。はい、去年予選 B だったんですよ。あ14位までのとこ14位だったんで。あなるほど。今年それは避けたい。目標は一桁。正直調子が悪いです。調子が悪いの、はい、そんなことないでしょ。でも悶々としてます。僕も悶々としてます。タイヤは今日ネオリンです。あネオリンじゃん。はい、ちょっとエア張りすぎてさっき巻き気味になっちゃって全然うまく走れなかったの。あれエアを張りすぎると巻き気味になるんですか。巻きますね。俺と逆だ。僕も通れるように頑張りますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか色の調子は。今日は楽しく走れてるんですけどやっぱり周りのレベルが高いんで。そんなことはないですか。いや見てるとすごい遅いし角度もあれなんで、まあ、ただ自分的には頑張って走れてるんで頑張ります。ざっとナックルが谷口自動車のナックルで あとはもう全部ノーマルです。そのタイムアップもしてないです。あブーストアップもしてない、はい、でもさタイヤがこれ何のタイヤ。これゼニュー、はい、ゼニューらしいですよ。ゼニュー新しいやつです、はい、ゼニューってどうなんですか。でも気持ちいいっすね。あんまりハイグリみたいな履いたことないんでサニュー前回ずっと履いてたんですけどその2倍ぐらい走りやすいなっていう気持ち。初参加です。初参加、はい、いや今年は栃木は若手というか、はい、僕らより年下の代がすごく多いんでちょっと僕も頑張ります。頑張ります。頑張りましょう。あ、今日来たから憧れたんですけど、そうですね、ちょっと僕はお手手を怪我してカップ内で加工アームにしたんで加工この大会は、はい、チャレンジしてぜひ皆さんと走れたらなと思います。まあ、とりあえず練習はいい感じです。まあそうですね、あとは本番の緊張であれができるか。大会らしい大会は初めて単走で走るのは初めて。もういつもカメラ近く持って上がっちゃう。同級生いっぱいいるけど誰こいつは殺しときたいって、ね、とりあえず今日3人俺の他にいるんですけど三木丼はちょっともう無理そうなんで、ね、他の2人ユダ君と大垣君にはちょっと勝ってたらいいな。本番頑張ってください。足がまともに動けば多分大丈夫です。足次第かな。走り的にはどうなのよ。まあ走り的にいやちょっと先週じゃなくて前回から走りをちょっと変えたんで3で踏む時間をちょっと長くしてるんですけど、なので振り出しはいいけれどもまあそれがうまくいくかどうかっていうのはちょっと成功確率が今低いんで、まあ、なんとかなるでしょう。大丈夫です。持ってるドライバー。もっと遅れてきた。ラップ、
こう元気な感じを。おお、いいよ。もう一本ぐらいだね。おお、いいね。失敗しました。しょうがないです。また次頑張ります。思った以上に鉄が出て、もうビビりました。大失敗。めちゃめちゃごまかして、歌いましたからね。成功しなかった。とりあえず回っていけたかなって。反対に走り出したら緊張はなかったんだけど、ただ単にあの少ない本数でやりたいときに良かったんで。もうやっぱ腕がまだまだ続いてないから、絶対1年後に予選通過するんで期待しておいてください。来年こそ、はい、通過していく。ありがとうございます。よかったね。オッケー。オッケー、オッケー。遅いでしょ。やっぱ髪をどこに落とすかな。髪が先に落ちちゃうともうダメなんだけど、今日今がピークだから。なるほどね。これもう1回しか使えないの。で、髪がいやもうこんだけ得点取ったらもういいぜって言って2本目は2本目で帰っちゃった。本当にそうだから面白いよね。本当に帰っちゃった。お疲れ様でした。今日ね、崖立ての動画いつも手伝ってもらってるアキちゃんとかも、スポッターいつもやってくれてるアキちゃんも無事に本戦通過、予選通過して本戦出れることになりました。おめでとうございます。あれで通れたのはラッキーなんで、まあ、でも本戦かっこいい走りできるようにもっと練習したい。一緒に頑張りましょう。でね、この辺の身内もね、真ん中の佐藤さんの1号とかもみんな通ったので、気持ちよく締められるかなというところでございます。じゃあこれは次回1月20何日だっけ、29日に本戦がありますんで、栃木の得点を落として恥をかかないようにお互い頑張りましょう。栃木代表なんで、じゃあ頑張っていきたいです。ありがとうございました。ごめんなさいね。じゃあこいつ栃木代表なんだ。さすが1位でぶっちぎりで。